チャオ。前回も、前回ってどれぐらい前かな、これをご紹介してですね、豚肉のとろろ昆布巻きピカタとか、あと、まあ、ロピアさんの動画で初め紹介したんですけども、海苔の クリーンパスタ柚子胡椒風味とか、私こういうあのお家で乾物イタリアン、あの日本の乾物を使ってですね、あのイタリアンを紹介するっていう、活動も続けてまして、日本の乾物ってね、やっぱり栄養価が高い、保存性がすごくある、そしてあのやっぱり美味しいけれども、あの乾物ってなんか昔のおばあちゃんが作る、煮物であったりとか、レパートリーがすごく少ないんですよね。ですから非常にあの廃れていってるっていうか、買って開けて使わずにそのまま倉庫に眠ってるとか、あのもったいない食材なんですよ。だからそういうものを使ってイタリアンを紹介するというのが今回のまた一品です。今日ご紹介するのがですね、これあの染み豆腐、これは一回の寒いところであの凍ってから水分抜けてそれを干していくという日本古来のまあ文化です。それとかあと高野豆腐、まあ、同じようなものなんですけども、それを使ってイタリアンをご紹介しようと思います。非常にあの高タンパク、あの体に良くて、食感も良くて美味しいイタリアンになります。まあ、昔ながらの戻し方なんですけども、だいたい50度ぐらいのお湯にこうつけておくんですね。そうすると、この染み豆腐、高野豆腐がですね、こんなになります。水分含んで、でも最近 の, あの高野豆腐なんかではつけとかなくてもそのまま使える、そのままあのスープとか料理なんかに入れていただける高野豆腐もいっぱい売ってます。ですからその分の手間としては、楽になったものがあります。今日はそのオーソドックスなものからお見せしましょう。戻ったものをですね、揚げていきます。こうやって一回戻して、それであのお出汁とかなんかでこう染み込ましていくという。そして今度ちょっと軽くあの水分を拭いてしまいます。これ本当スポンジみたいなもんですからね、またあの旨味とかね、そういうものをこう吸い込んでくれるんでね。であのちょっと食べやすい大きさ、ですね、最初からもう今あの小さくなったあの高野豆腐も売ってます。そういうものをも本当にこんな6つぐらいに切っちゃおうかな。こんな感じですね。1個6つに切りました。はい、これを切って、さらにちょっとあの水気を絞っていきます。はい、これあの昔ながらの高野豆腐ですのでこのようにしましたけども、最近売ってるものはもう直に旨味を吸わせます。本当これスポンジですよね。スポンジですから結構ね、食感もいいんですし、あとこの旨味をどんどん吸ってくれると。はい、この高野豆腐を、豚肉で、豚のバラ肉、バラ肉で巻いていこうと思います。全体的に塩コショウします。軽くこしょう。はい、そしてこれをよくよく巻き込んじゃいます。こうやって隠しちゃおう、このね、巻き込んじゃいます。巻き込んでって、こっちも巻き込んでって、こういう感じにしちゃいましょう。これをね、このまま焼いてそのまま食べても美味しいんですけども、今日ちょっとあの煮込みともう一個乾物をちょっと使います。干し椎茸、干し椎茸は水で戻したものですね。この漬け汁もちょっと使いましょう。浜田さん、この椎茸の戻し汁ちょっとつけて裏ごししてください。軽く布ごしします。煮込み時のあれにちょっと足します。椎茸はこんな感じで切っておきます。あとマッシュルーム、
ッシュルームちょっと厚めのスライス、そしてトマト、トマトをちょっと湯むきしたものを用意しました、まあ、適当な大きさにこう切って、はい、こんな感じでカットしておきます。そしてあと生クリームをちょっと入れます。はい、じゃあこの豚肉をまず焼いていきます。で巻き込んだこのつなぎ目ね、つなぎ目の方から先に下にして焼いていくと剥がれないですね。つなぎ目は下です。で浜さんこちらお願いしますね。周りちょっと焼き色をきれいにつけてください。きれいな焼き色つけた方がいいですね、焦がさずに。こんな感じですね。はい、全面的にこうやって焼き色ついたら余分な油を、拭き取ります。これも酸化してる油ね、こういうのはちょっと拭き取っちゃいます。じゃあもうこれをマッシュルーム入れましょう。でマッシュルームと椎茸で、これを一緒に炒めていきましょう。じゃキノコにちょっとだけ塩しますね。キノコだけ塩します。少し炒めたら今度は干し椎茸の戻し汁で強火にします。まあ2つに分けましたけど1個で料理していただいてもいいです。まあ、フライパン使ってますけども。本来ここに入れようかなと思ったんですね。まあ、こういう鍋なんか使ってもらってもいいです。ただ焼き色はやっぱりちょっとフライパンの方がつきやすいな。はい、で、ある程度水分を煮詰めて、煮詰めたら生クリームを加えて、で、一煮立ち。で、クリームを入れたら、まあ、詰めたら割と濃い、しっかりとしたクリームソースになりますし、そこら辺は加減をしてください。あんまり煮詰めすぎない方が好きだっていうんだったら、煮詰めすぎないように軽いクリームソースにするか、しっかり詰めてしまうか。で、しっかり煮詰まってもまた水を足せば、水とかブイヨン足せば割と柔らかめのソースになったりしますので、まあそこはもうお好みですね。すごいね、干し椎茸の旨味がすごい出てる。じゃあクリーム入れますよ。この分量でだいたい70cc ですね。140。クリームの時にトマトを足す。トマトクリームって私も好きなんですけども、そうするとちょっと酸味が入って、すごく軽くなるんですね。トマトクリームソースってお客さんも好きな方多いですよね。まあ、そういう感じでいい組み合わせだと思います。で、トマトを加えます。で、あんまり煮詰めすぎないでトマトをさっと火を通しましょう。こんな感じ、美味しそうでしょう。これ見た感じがね、トマトが入るとすごいなんか色も綺麗になるし、程よい酸味がクリーム味に移ってとてもいい感じになります。で、ここである程度やっぱり詰まってきますので、ここで調整してください。しっかり詰めた方が好きなのか、もしくは少しシャバッとした感じが好きなのか、シャバッとした感じがお好きであれば、お湯を足すとか、お湯を少し足す。はい、あ、いい感じ、美味しい。ちょっと一つにして味を一緒にしちゃいますね。はい、豚バラ肉の高野豆腐巻き、トマトクリーム、椎茸、マッシュルームソース、完成です。
最近入社した新人2人、小出と池田、まあ、2021年の入社ですけども、その2人とちょっと兄貴分の川島、ここに食べさせてみようかなと思います。はい、じゃあ前に行ってください。はい、じゃあまあカメラこちら見て、はい、はい、そっち行って失礼します。で、一応順番に自己紹介をお願いします。はい、新入社員の池田です。お願いします。1年目の小出です。はい、ホールスタッフの川島です。お願いします。すごいな、川島がもうなんか安定感ある。そんなことないです。なんか鈴木さんや坪井さんになってきたね。いやちょっと飛躍しすぎです。彼らは、この料理のことも知りませんし、まあ、感想とも聞いてみたいなと思います。はい、見た感じなんかわかるよね、これ大体。見た感じ、もうそんな難しくないじゃない。どうですか、初々しい初コメント。初か、はい、いただきます。そうですね、これは入ってるのは高野豆腐ですかね。食べた感じは、うん、まあ、すごい柔らかくて、うん、そのふわふわしてるのですごい食べやすいって感じです、うん、でソースも結構しっかりきのことかの味が出てて大変美味しく、うん、なるほど。これでは、はい、いやなんかそれまず食感がすごい面白いなと思ったのと、うん、まあ、このクリームときのこの感じ、あとトマトの酸味すごい感じられて、すごい美味しいなっていう。なるほど。さあ先輩コメント聞こう。まあ本当に家庭でできるような分かりやすい味ですよね、トマトクリームっていう部分で、うん、お子様でも食べやすいような、実際に家庭で作りやすそうなメニューだなと思いました、うん、はい。小出さん、これ中入ってるのなんだ。これは高野豆腐。やっぱりわかるか。豆腐の香りはやっぱ食べただけします。それはわかるよね。いやだから別にあの肉なしメニューじゃなくて、高野豆腐の使い方として、うんうん、普通高野豆腐って家でどういう風に食べてた。煮物とかに入ってたりとか、うん、大体干し椎茸と、はい、そうですね、まあ、サヤインゲン、キヌサヤかなんか乗っかって、はいはい、ね、池田は。そうですね、ちょっと正直なところ自分実家で食べた覚えがないくらい、ほとんど。君長崎か。ああ、そうかも分からない、はい、西の方は食べないかもね。川島さんは寒いところ生まれだから。そうですね、もう保存食と絶対あるので、うん、家庭では食べたんですけど、またこういうアレンジの仕方ができると家庭でもっと活用方法が出てきそうだなとは感じましたね、うん、なかなかいけるでしょう。はい、美味しいです。バラ肉で巻いただけでボリューミーな感じだし、うん、今日はのトマトクリームなんだけども、カレーにしても美味しいんですよ。カレーの味にしてもね、もしくはあの粒マスタードを入れるとか、そのクリーム味なしにしても、あのいろんな料理の仕方がある。だから日本の乾物ってやっぱりイメージが強いから、いろんな食べ方を、まあ、君らの世代がこう次に残していければいいなっていうふうに思ってます。じゃあ向こうに持って、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。よかったでしょ。美味しかったです。そうですね、あの出身地にもよって違うのって今気づきましたね。自分の中でも気づきがありました。面白かったです、こういうメニューも含めながらこれからも続けていこうと思います。ではまた次、チャオ。